ちは。日本の皆様、元気ですか？私、マッシュです。今日は僕のマッシュチャンネルを見てくださって本当にありがとうございます。では楽しんでください。No. 41 Matthew Channel! Yeah! はい、皆さん元気ですか？今のイントロダクションはなんとなくあるじゃないですか。ハリウッドスターがなんかメッセージを送って映画を見てくれっていう、ああいうのをちょっとイメージしてやってみましたので、はい、なんだかんだ言ってみてください。41回目ですよ。そう、先週は妹ロバートが出てきてくれてね、記念すべき40回やりましたが、これからもどんどん頑張ってやっていきたいと思います。はい、では行きましょう。今日は久しぶりな人をお呼びいたします。誰でしょうね、久しぶりな人って。あれ、これは広島カープの前田健太さんですよね。いや、この人じゃないですよ。でもじゃなかったか、ニックネームは一緒なんです。皆さん分かりますか？ニックネーム、前田健太のニックネーム何ですか？なんだっけ、前田健太のニックネーム、マイケン。そう、この人です。わかるかな、マッシュチャンネル最初の方から見てくれた人ならわかると思うけど、そう、初めてゲストを呼ぶっていう時になった時に出てきてもらったこの人です。今一緒にね、電話に出てます。ご覧の通り、マッシュチャンネルに以前出演してもらいました。じゃあ、もっとわかりやすい写真を見せます。おー、何決めちゃってんの。では出てきてもらいましょうか、前田健。Hey man! Yo, what's up man? Yo, yo, yo! お前どこ行ってたんだよ、そんなグラサン。アメリカ行ってきた。あ、マジで。そう、久しぶり。久しぶりだ。お、座って座って、どうぞどうぞ。いや、なんかね、元気。マシューがさ、オープニングをさ、無駄になんかアメリカっぽくしたからさ、ちょっと俺もサングラスつけて。なるほどね、そこで決めてきたよね。それどこ、それどこの？これレイバン。あ、レイバン、レイバン。あ、なに？かぶってんじゃん。つける。あ、つけちゃう、つけちゃう。そう、あ、そういう感じね。さすが分かってるね、マッシューチャンネルの趣旨を。どう？オッケー、カメラオッケー、カメラオッケー、カメラオッケー、強しオッケー、来ました。今の空気やばかったね、今ちょっと焦ったな、今。いや、最高よ。こんな感じに、じゃあ今日はよろしくお願いします。そう、もうね、久しぶりに。久しぶりだね。そう、この時、覚えてる？覚えてる。黒髪だね、まだ。そう、まだ黒髪だった。今見て、金髪よ、金髪。でもなんか、前見た金髪よりなんか似合ってる。前はなんかまだつけた感があって、今はなんかすぐ馴染んでる。あ、本当に？うん、しかもさっき気づいたんだけど、靴とちょっと合わせてるよ。別にこれ合わせてないんだけどね、正直。うん、いやでも合ってる。ああ、ありがとうございます。そうだ、今日ね、ちょっとマイケンのスタイルもみんなちゃんと見ておいて、そう、ね、今日のゲストは前田健ということで、会ったのはこの時以来。いい写真があります。懐かしい。ちょっとチェック。これどうなんだろうね、男二人がこの華やかな花の前で撮ってるって。なんかさ、まずいよね、これ。まずいよね、これちょっと。ちょっとこっちな感じは、ちょっと疑惑をね、生じてしまうかもしれないけど、うん、まあこういう時にね。これはね、フェラガモの香水のレセプション。レセプションパーティーだね。そう。懐かしいね。まだ、これは茶色か。いや、ほんと黒だよ。黒か、これの。そっか、俺もひげ生やしてたし。うん、ワイルドだね。そう、ワイルドよ。そっか、でも元気してた。元気だよ。元気。うん。てんてんてん、はい。はい。はい、です。はい、ではでは、もう、ね、マイケンにも、そう、前にそう出てきてもらった時は、ね、その全然、マッシュチャンネルの形式も違ってたわけよ。うん。もっとバラエティーな感じだったじゃん。うん。その今は映画を趣旨にした、うん、
そういう番組になったわけ。あ、ちゃんとまともにね、真面目やらしめたんだ、スタッフの方もみんな。これはまずいってなって。そうなのグダグダ感は。確かに、グダグダ感あったんだ、認める。うん、でもあれはね、そう、バラエティ、グダグダバラエティっていうのを趣旨にしてたから。ちょっとまともに映画について。そう、もう今回はもうまともにそう映画についてやろうっていうことで。なるほど。もうね、マイケンともこの、ま、いろいろと、ね、今まで話してた中で結構映画見てるっていうのを知ってるから、うん、そうだね、全然プライベートでも映画について話したりするね。だよね、うん、そう、だから今日はもうせどうせだったら出てきてもらおうっていうことで、じゃあ最初のコーナーに行きましょうか。行きましょうか。うん、最初のコーナーちょっと読み上げてもらってもいいですか。公開する前に紹介しそびれた近日公開した映画をどうぞ。はい、ということで、そう、近日公開映画っていういつもコーナーでやってるんですけど、うん、なんかスタッフが用意してくれたその映画の中で、うん、もう公開もうしちゃってる映画があるわけよ。ナウで。そう、うん、そう、ナウな感じ、うんうん、だからそれを紹介していきたいと思います。最初の映画はこちらです。箱入り息子の恋。はい、ちょっとカメラでチェックしてってください。あ、そうだそうだ、その前にその前にその前にちょっと音楽かけちゃっていい。うん、なんとなくちょっとシャレオツな感じで、シャレオツな感じで、うわ、マシューチャンネルレベルアップしてる。なんかちょっとだけね、ちょっとだけ、うん、そう、わかるよね、うん、そう、もうだって十何回目ぐらいのに出てきてもらってるよ。 それらもう30回ぐらい立ってるわけだからね。41回目だもんね、もう。そうよ。おー、歴史がもうできてるわけだ。できてきたね。おー、面白いな。おー。で、この箱入り息子の恋っていう映画なんですけど、なんか市役所で働いてるこの35歳の、男性がいるんですよ。で、彼はもう彼女いない歴35年。ああ、もうイコール。そう、うん、で、そう、イコールなわけで、まあ、彼が、まあ、親がすごい心配してなんだっけ、お見合いをするわけ。その親同士だけのお見合い、うん、で、その親同士がお見合いして、じゃあ息子と娘を会わせましょう、うん、っていうことでなっていうことで、このカホさんが演じる目が見えない少女と、うん、お見合いをして恋に、初めての恋に落ちるわけ。ああ、なるほど。うん、でね、これ一緒に予告編見たよね。さっき見たね、うん、どうこのマイケン的にはこの映画はこういう恋愛ストーリーとかそういうの好きな方と。恋愛ストーリーはそんなだけど、うん、でもこういうそのずっと彼女がいなかった人が初めて恋をする時の感覚って絶対誰もがあるわけじゃん、うん、それはこの人は35歳だけど、うん、マシは多分もっと若いかもしれないけど、うんうん、その初めての感覚ってのを思い出しながら見れるよね、こういう映画って。そうだよね。しかもね、最近こういう感じの映画が多いね。なんかこうモテキとか、うん、モテキを人に、なんだっけ、ボーイズ・オン・ザ・ランとか。ボーイズ・オン・ザ・ランね、うん、そう、ちょっとダメな男の人が頑張って恋をするみたいな、うん、そういうラブストーリー増えてるよね。確かにね。やっぱどうだろう、まあ、モテキもビッグヒットしたけど、うん、その前に電車男あったじゃん。あ、結構前だよ、でもで、うん、あれって結構離れてる。結構離れてる。あ、そうかそうか、うん、じゃあ電車男のその流れではないわけね。流れではない。これは多分そのモテキがビッグヒットしてこう来たものかな。うん、うん、そっか。星野源さんはね、うん、あ、知ってる？全然知ってる。お、秋葉原アットディープっていうドラマが結構前にあるんだけど、それの時からずっと見てたんだけど。あ、そう。へえ。なんだろう。音楽もやってるよね。あ、そう、音楽もやってるね、うん、うん。さっき聞いたけどすごい上手かった、うんうん。これ見たいね。ねえ、なんか。あとこのカホさん、うん、もう今、ソノシオン監督が、うん、その、ね、初めてかな、テレビのドラマを今監督してるんだけど、うん、そのみんなエスパーだよっていう、うん、出てて、予告編では見た感じではなんかすごく、ね、おしとやかな感じで、うん、ね、盲目の、ね、うん、美女を演じてるんだけど、このミンエス、略してミンエスって言うんだけど、うん、ではもうぶっ飛んだキャラ演じてるわけよ。ああ、ソノシオン監督らしい、うん、らしいね、もう俺なんだよみたいな感じで、それ結構振り切ってやれてて、これとの対比がすごい。ああ、なるほどね。うん、だから多分すごいいい役者だと思う。そう、だからまあね、これも皆さんね、今公開中なのでぜひチェックしてみてください。箱入り息子の恋でした。では次のコーナーに行きましょう。じゃあこれも
読み上げてもらってもいいですか、マイケン。スタッフのおすすめ映画。スタッフのおすすめ映画推しは何でしょうか。合衆…あ、言っちゃった。よいよいよ、言っちゃって、言っちゃって。俺そこでノーソウルやってるから。合衆国沈没っていうこの茶番がね、マシューチャンネルらしいよね、この B 級な。思い出してきた。懐かしい、このもうね、この B 級的な映画を紹介するにはちょうどいいと思った、うん、で、どういう映画かっていうと、そうだね、内容、うん、内容をね、まあね、2004年公開のパニック映画で、うん、なんかフロリダの海水浴場から男性の、うん、焼き死体が引き上げられて、うん、で原因は海底に現れた亀裂から出る高温の蒸気だったみたい、うんうん、でそれはまあ大地震の前兆で、うん、まあ、いろんな災害があった、うん、災害があってそれでいろいろパニックアクション対策になってるわけ、うん、でスタッフはなんかこの映画についていろんなツッコミどころがあると、うん、いろいろちょっと書いてくれたからちょっと読み上げたいと思います、うん、まず現代はフォルトラインなのね、うん、それは断層、その断層線って言って、うん、全然合衆国沈没とスケールが違う、うん、そこはちょっとかなり大げさにしてるってところがある、うん、第一に。で実際にはこれアメリカ合衆国が沈没するどころか、うん、フロリダだけだ。あ、そう、別にニューヨークとかそういうところは沈没しないわけ。あ、うん、でこの映画のいろんな緩いところがある、うん、その映画を見てると建物とか道路が壊れない、うん、で地震に巻き込まれて建物に閉じ込められてる人が4人だけとか、うん、少ないな。そう、それから怪我人が服の上から包帯を巻いてたり、うん、本当に B 級な感じなんだね、これは。そう、じゃあこの絵は何で持ってるんだね。あ、かなり持ってると思う。合衆国ってのも持ってるし、この絵も持ってるし、そう、だからこれも完全にツタヤで見て、やばい、パニック映画見たいっていう人にかあの借りさせて、うん、で、見て、なんだこれって言わせるよね。あ、なるほどね。本当に。え、コメディではない。コメディじゃないと思う。真面目に、真面目だと思う、これ。でもこのね、うん、次の映画はもしかしたらコメディかもしれない。ちょうどそう、合衆国沈没っていう映画をリサーチしてたら、うん、こういう映画が出てきました。そう、ちなみにこういうのもあります。カメラよーくズームしてね。日本以外全部沈没っていう映画があって、ちょっとさっきマイケンと一緒に予告編見たんだけど、これはコメディとして見るべきなんだろうね。べきだね。そう、ね、日本以外全部沈没しちゃって、いろんな世界の要人がもう日本に集まってくるっていうストーリーで、その一環としてブルース、なんか話によると、これがブルース・ウィルスで、これ芸人さんだよね。どう見てもね。で、これがアーノルド・シュワルツネッガー、あー、うん、っていうね、世界からいろんな有名人が日本に来ちゃうみたいな、ね、うんうん、っていうような映画もこれちょっと面白そうだね。意外と、うん、多分男友達集めて、あ、そうそう、とりあえず見てもらって、お酒ちょっと飲みながら見てもらって面白いやつだこれ絶対。それだったら面白いと思う、うん、真剣に見るべきだね。ではないね、ではない、うん、っていうことで、皆さんももし暇があれば、うん、暇があれば見てください。男友達集めてね、みんなで見るって分にはいいと思います、うん、はい、では次のコーナーにおすすめというか、あ、これっすよ、マシューサイコロ。マシューサイコロコロコロとか本当にいらないことを聞いてきちゃってね。もう一度言ってください。マシューサイコロコロコロ、はい、のコーナーに行きたいと思います。いや、この番組は B 級だね。いや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 、本当、いや、形がね、そう、だから B 級から B プラス級になったって言ってくれ。B プラス級、 B、 OK、 そうしよう。今まではね、マッシュボックスって言って、うん、いろいろなお題を引いて話してもらってましたが、ね、今日はこういうマッシュサイコロというものを、まあ、以前にも一度やったんですけど、ちょっとパワーアップして、やってみたいと思います。これを振ってもらって、その中のお題を話してください。あ、なるほど、うん、オッケー。じゃあお願いします。じゃあいきます。うん、振っちゃって、はい、
あ、これ俺が行くのか。あ、そう、あ、そう、そう、そう、なんでだ。あ、好きな映画主題歌、うん、ちゃんとカメラに見せてる。オッケー、そうそう、よし、オッケー。好きな映画主題歌、何好きな映画主題歌。あ、俺あれだな、まあ、本当個人的な話になっちゃうんだけど、うん、まあ、小田切丈さんが大好きで、うんうんうん、まあ、それはまあ知ってると思うんだけど、うん、そう、もう小田切丈さんがあって、あっての今の業界ですもん、だもんね、自分があるぐらいだから、うん、ね、2つあるんだけど、1つが明るい未来っていう映画があって、明るい未来、うん、主演が小田切丈さんと浅野忠信さんで、うんうん、で、それに流れてる曲が、あ、調べられる？うん、調べられるよ。明るい未来ね、明るい未来、全部カタカナで、うん、そっか。それに出てくるあのバックホーンっていう、うんうんうん、アーティストさんがいるんだけど、その中で未来っていう曲があるんだけど、うん、おー、あ、出てきた、出てきた、うん、流せる曲って。いや、曲は流せないんだけど。あ、そういうやつか、うん、そうそう、そういう系なんだけど、その曲がね、そのね、うん、大サビがね、もう、うん、歌ってよりね、自分の心から叫んでる感じなの、アーティストさんが、うんうんうん、心の叫びを思いっきり出してるから、うん、すっごい伝わってくる。あ、それがなんか映画以上に、だから監督さんも、うん、その曲がなかったらこの映画成立しなかったっていうぐらい曲に、なんていうの、うん、重きを置いてるというか、うん、すごい評価してて、それともう一つが、まあ、またまた小田切丈さんなんだけど、うん、スクラップヘブンっていう、うん、加瀬亮さんが出てる、うん、加瀬亮さん、小田切丈さん、栗山千明さんが出てるやつで、うん、それに出てくるやつはフジファブリックっていう、さっき言ったさ、モテキの曲あるじゃん、あれをやったアーティストさんで、うん、蜃気楼っていう曲なんだけど、うん、なんか蜃気楼初めて聞いた時に、うん、これ音楽っていう枠を超えたなと思って、うーん、なんか、うん、映画にももちろん超マッチしたし、うん、それ以上にスーッとなんか自分の中に入ってくる感じで、うん、あんま説明が難しいな。でもこれって映画のな両方とも、じゃあこのスクラップエブンの方は劇中に出てくる、出てくる、それは結構大事なシーンで、あ、基本エンドロール、あ、両方ともエンドロールね、見終わった後に聴く音楽ってなんかすごい耳に残って、すごい大事、そう、うん、やっぱ映画に合ってると覚えちゃうし、はい、最近だとルノリケンシンのエンディング、うん、ワンオクロックの、そう、ワールドのビギニングもめっちゃいいなと思って、ね、映画なっすよね、あれ、うん、そっから俺もワンオクにハマったりして、うん、え、これ俺の話だけ。そうよ、あ、そうなの、これもう前もゲストのことについていろいろと語るわけだから、喋っちゃった俺、うん、いや、でもね、あの、意外と今の話で次のに行けないかもしれない。じゃあちょっと一回さ、やってみ、さ、やってみてよ、あの、もう一回。あ、いいの、うん、あの、え、でもさ、ま、パッと話して、これ俺がやるの、俺が振って、俺がこうやってわざとやるの。あ、そっか、悪い悪い悪い、この手間は俺ゲストなんだね。そうだそうだそうだ、あ、ゲストだったね、いや、もうマシューチャンネルらしいよね。そうだね、あ、そう、俺がやるべきなところはちょっとね、あ、じゃあスタッフにお願いしてもいい、うん、じゃあ振ってもらってスタッフが取ってくれるから。そうだね、せっかくこういう格好してもらったのに、悪い悪い。はい、読み上げてください。好きな映画主題歌、よし、はい、以上、マッシュサイコロでした。今いい感じに落ちたんじゃない？いい感じ、いい感じ、分かってたね、分かってたね、分かってた。 OK、 じゃあ次のコーナーに行きましょう。はい、熱っ、熱いな。 OK、 じゃあ、まあ、読み上げることもないか、おすすめムービーコーナーに行きたいと思います。はい、ここではもう僕たちがいろんな映画についてフリートークをするコーナーです。ということでね、あの、今日映画いろいろあるけど、まあ、揺れるだったり、ね、東京タワーだったり、あとブルーバレンタインっていう映画があります、うん、ので、まあ、どれから話そうか、気分的に。あ、もう、やっぱ揺れるちょっと言いたいかも。揺れる行こうか。揺れる、オッケー、揺れるです。まあ、またまた小田切丈さんと香川照之さんの2人主演なんですけど、これ結構知ってる人も多いのかな。マシは知ってる、うん、知ってるところが、これは見たんだ。あ、見た見た、そう、見て俺も衝撃を受けたね。どこについて話そうか、その、うん、脚本、演技、演出。あ、そうだね。ちなみにマシは兄弟、男兄弟いるんだっけ。うん、いるいる。何がいる。いや、もう兄弟はさ、もう俺5人兄弟だから、下に妹、弟も兄もいる。
あ、下に妹、うん、で弟3人。あ、じゃあ弟がいるわけか。弟いる。弟いるんだよね。弟も弟いる。そうだそうだそうだ。これさ、どっちかずっと俺ら弟の役柄だよね。あ、これ兄が、兄弟なんですけど、うん、兄がすごい真面目で、うん、長野だっけな、長野のガソリンスタンドで真面目にけなげに働く人で、うん、こっちが弟が東京に出てカメラマンとして売れてる方で、うんね、結構ちょっとチャラめな、チャラめな、ね、ちょっとねチャラめな感じの役柄で、うん、でね、一人の女性がいるんだよね。そう、牧陽子さんがいて、うん、で、牧陽子さんがこの橋で、うん、ね、またね、あの、まあ、映画の冒頭で出てくるから言っていいと思うけど、うん、あの落ちるんですよ。落ちる。それが落ちたのか、この香川照之さんの演じるその役の人に落とされたのか、それが終点になってこの話が進んでいくんだよ。終点ね。あ、ごめんなさい。終点だった。ちょっと、日本語が、そうだね。終点だよ。ありがとうございます。終点だよね。そう。そう。でもうね、この映画の、なんだろう、その弟が、そう、だからどこまで話していいかっていうのは難しいんだよね。そうなんだよね、言っちゃうとね、見た時にね。そうそうそう、だから、まあ、彼もその落ちた時にあのいたんですよ。ちょっと遠くからね、遠くからね、一人で遠くからいて、で、まあ、その兄とこの兄弟のその関係がもう、そのね、法廷、そう、裁判を通していろいろ揺さぶられていくところがもう本当見ものなんだよね。タイトル通り2人の主にこっちかな、こっちの揺れる感情がね描かれてる作品で、うん、脚本がいいんだよね。脚本がすごくいい、本当素晴らしい。小田切丈さんもなんか脚本を読んで、うん、もう絶対にやりたいってすぐに決めたみたい。うん、でまたね、なんかあのどういうシーンが印象に残ってた、マイケンにとって。俺ね、いろいろあるんだけど、うん、牧陽子さんと小田切丈さんの絡むシーンがちょっと印象残ってる。絡むって、イチャイチャする、イチャイチャっていうよりもっと、あれね、うん、ちょっと話題変えるね、うん、他は多分俺最後だね、うん、結果的に、あ、最後言ってって良くないのか。そうだね、じゃあまあ、見たい人はじゃあここから聞かないでください。そう、最後に、はい、まあ、こっちが捕まるんですけど、7年後に出所して出てきた時に、うん、小田切丈がその国道沿いでお兄ちゃんを叫ぶんだよね。お家へ帰ろうって、うん、なんか、本当この人がぶち込んだわけじゃん。そうそうそう、最終的にね、そう、最終的に証言して、実は見てたんですよ。そう、うん、でもなんか、お家へ帰ろうっていう、そのなんだろうな、兄弟愛っていうか、うん、難しいね。やっぱ 血でつながってるからね、うん、結局はこういうことが起きようと。で、血でつながってるからこそ、ね、あの小田切丈さんのその役はもうずっとかばおうとしてたんだけど、いろいろ揺さぶられて、で、このね、そのなんだ、象徴的なさ、まあ、橋があるじゃん、うん、これもさ、その揺れるっていうところもなんか象徴してるのかなって思ったり、なんかそういうところの監督のなんか、あの見せ方もすごい上手いかなって思った、うんうん、あ、まあこれは揺れるわ、もうほんと OK、 じゃあなんだっけ、もうこれ、ネタバレなしのセクションです。もう大丈夫、もう大丈夫です。もう皆さん、揺れる結構衝撃作なんで、ぜひぜひ見てください。はい、じゃあ次の映画行こうか、行こうか、うん、どっちにする、東京タワー。もうなんだろう、これは。そう、これは俺見てないんだよ。あ、これ見た方がいいよ、本当に、うん、どう、これはもう本当、正直言っちゃうとありきたりな話なんですよ、うん、その息子と親の愛の話なんだけど、それって普遍で、いつの時代もやっぱ親子との、息子と母との愛っていうのはずっとあって、うん、これなんかね、最近ちょっとまた見たいなと思ってて、うん、っていうのもやっぱお母さんってさ、うん、母さんっていつでもどんな時でも俺らの味方じゃん。たとえ俺らがちょっと道を間違ったり、うん、変なことしても、うん、なんだかんだ言って守ってくれるのは母親だなっていうのを最近すごい実感してて、俺は特に、あ、多分今見たら泣くんだろうなっていう、うん、で、マシューはどうなの、こう
母親に対しての。いや、あの、まあ、もちろんこの映画を見てないからあれなんだけど、うん、なんか俺の中で、うん、アメリカ人って家族はすごい強いじゃん、日本よりも、うん、日本よりもなんかそのファミリーを大事にする、うん、だからこういうマシュー、まあ外国人で一応、うん、みたいな外国人のマシューがこういうの見たらどうなるのかなっていう。そうだね、いや今までなんだろう、他にも是枝監督のなんだっけ、阿部寛、歩いても歩いても、そう歩いても歩いても、うん、あね、あれも結構家族あれ、うんうん、あれもキキリンさんが出てる、そうあれもそう、うん、キキリンさんが、そう、それで思い出したんだ。そう、ああいうのも、ああいうの見てると本当なんだろう、その見せない、なんだ、アメリカのその温かさとか、うん、ラブっていうのは結構表現するじゃん、うん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 、結構見せるじゃん、うん、I love you ってはっきり言うし、うん、ハグはするわ、うん、ね、こうやってもっといけばこうやってほっぺにチューはするわっていろいろあるじゃん。でもその、まあ、この東京タワーがどうなのか分かんない、分かんないけど、そういう思いやりとかってなんかさりげなく見せたりするもんじゃん、うん、そういうところはすごくいいなって思ってて、うんうん、でもまあもちろんもう日本で育ってきたわけだから、そういうところには本当共感するところは多いね。おじゃあマシューには次週これ見て感想を言ってもらって、ね、ああそうだね、そうしようか、うん、でもこれあのリリー・フランキーさんがそう原作を書いててか、しかも自分の自伝みたいな、自伝みたいな感じでほぼ自分に合った出来事を書いて、なるほどね、じゃあこの小田切丈さんの役が多分リリー・フランキーさんで、リリー・フランキーさんの実際の、うん、あそうなんだ、で曲も福山雅治さんにいて、うん、あすごいね、九州の人が多いんだよね、うん、岡山だけどこの人は、ああそうかそうか、福山さんは九州で、うん、このリリー・フランキーさんって結構名前もよく聞くし、うん、いろんなの出演してるけどすごいいいっていうのを僕友達とか、うんうん、ね、いろんな人から言われて、まだね俺はちょっと見れてないんだけど、リリー・フランキーさんの作品どういうところがこの魅力なの、そのリリー・フランキーさんの良さ、うん、うん、あのね一言で言うと、うん、ダサかっこいいダサかっこいい、なんかちょっと、うん、ダメな部分もあるんだけど、うん、なんかそこがなんかね、そのかっこいいんだよね、あなんか CM とかもさ、やつ出てるやつとかちょっとダサいんだけど、うん、でもモテキにも出てる、あそうなんだ、あの、うん、森山未来さんの上司役で、うん、なんかそのね、あと俺はエロいなと思う、あそう、うん、エロさを醸し出してるわけだ、うん、常になんだろう、あの人の魅力ってすごいね、掴めそうで掴めない感じっていうのが、見てみなきゃわからないっていうような、うん、でも映像見てて引き込まれる、引き込まれるね、うん、ただ単に普通にそこに立ってる親父ではないわけね、うん、全然違う、へかっこいい、そっか、うん、いやじゃあ、うん、じゃあこれでは結構そういう魅力も出てる、うん、全然出てる、あ、オッケーオッケー、見てみる見てみる、うん、じゃあ次、じゃあ東京タワーでした、じゃあ次行きましょう、ブルーバレンタイン、ブルーバレンタイン、そう、この映画はうん、俺はマイケンにおすすめするね、こうやっていろいろとなんかいろいろと話してる中でこういう映画、あ好きになれる人っていうのは結構少ない方だと思うのよ、うん、すごいあの曖昧でその何が起きてるか分かんない時もあるわけね、そのあんまりはっきりしてないから、うん、でそれというのもこのねライアン・ゴスリンって今結構すごい有名な若手の俳優 でこれもう一人はミシェル・ウィリアムズ、でミシェル・ウィリアムズはマリリン・モンローの自伝の映画、うん、でもあのアカデミー賞にノミネートもされてる、うん、もう2人ともすごいいい役者で、でまあ話というとこの2人が最初に出会って恋に落ちるわけよ、でどんどんその恋に落ちて結婚して子供ができて、でどんどん倦怠期に陥っていくって話なんだけど、うん、まあ、そこはシンプルなんだけど、まあ、それがどっちが悪いのかも分からなくて、うん、もういろんな積み重ねでその倦怠期に陥って娘もいるのになぜか2人がどんどん引き離されていくっていうところを、あのすごい監督のこの見せ方もあのすごいユニーク で、うん、で最初に出会った頃とそれ倦怠期になった今っていうのを交互に見せて、うん、で倦怠期になった時はもう彼の髪ははげてて、お、うん、で2人なんかね一緒の家に1ヶ月間住んでから撮影をしたとか、あ実際リアルに住んでたんだ、リアルに住んでたんだ、うん、それはもうそういう意味でもリアル感が半端ない、う
あー、じゃあこれめっちゃ見てみるわ。うん、いや、多分マユケン的にも、うん、なんかライアン・ゴスリンの役を演じてみたいのかなって多分思うと思う。あ、本当に？うん、なんか日本版のブルーバレンタインでなんか前田健っていうのがね出てくるような気がしないですね。いや本当だ、とにかく見た方がいい。見てみます。うん、チェックイットアウトということで、うん、そういうことでね、今日マッシュチャンネル久しぶりに来てくれてありがとう。いやいやいや、はい、もうね終わりよ。終わりは、あっという間だね、本当に。本当に早い。あ、いや、本当小田切譲さんの作品とかいろいろ好きだね。好きだね。あ、改めて今日また改めて思い知ったわ。あ、でもね、今日は本当来てくれてありがとう。ありがとうございます。うん、なんかね、告知とかあったら。ああ、そうさ、あの偶然この前ネットで見てたら、マシューと俺が同じオーディションに応募してて、それが公開オーディションなんですよ。うん、で、僕の大好きなこのソノシオン監督の映画なんですけど、うん、今度、うん、ソノシオン監督のこれは本だよね。これは本なんですけど、うん、今度あの東京トライブ2っていうやつが映画化してて、それに僕とマシューが応募してて、ネットで載ってるんで、でなんか応援もできるんで、うん、確か応援はもう締め切られたと思う。じゃあそう、まあできないけど、まあ、いいんですけど、まあそう、このソノシオン監督ってね、愛のむき出しだったり、うん、その冷たい熱帯魚、あと最近だと秘密、そう、秘密っていう希望の国、うん、そうだよね。なんだっけ、最新作、最新作は、ああ、そうだそうだ、あの地獄で何が悪いんだっけ、なぜ悪い、地獄でなぜ悪いって、さっきの出てきた星野源さんも出演してる作品を監督してる方で、とにかく世界観がぶっ飛んでる、ぶっ飛んでる、シンプルに言っちゃうと、そう、だから俺もぜひぜひもう出てみたいっていう、そう、俺らはぜひその映画にチャンスがあるので、そう、まあもう応援は締め切っちゃってるんですけど、まあ個人的に見てくださっても全然、そう、チェックして東京トライブってね、Google サーチすればすぐに出てくるから、何番ぐらいだっけ、俺340、俺は400なんとか出てるから、で、テラで、テラ役で、ウコン役で、そう、ちょっとやってます。うん、はい、よくわかんない、こっちで恥ずかしいけど恥ずかしいけど、今暇だったら見てよ、ね、ということで、はい、じゃあね、今日は本当にありがとう、ありがとうございます、久しぶりに会えてよかったわ、ね、あ、じゃあみんなにバイバイ、バイバイ、いっちゃおう、バイバイ、またねってな感じです。バイバイ。古ぼけた女を見てみると、忘れかけてた本が置いてあったよ。時間を超えて旅に連れて行ってくれるんだ、遠い昔の自分を思い出すんだ。